ブルーレイディスク最終巻発売に伴い、アニメ1期から全話視聴し直しました。おろおろ。メンバー同士の何気ない些細なやりとりもラストに繋がっていると思うと、視聴している途中で何度も涙が出てしまいました。うんうん、そして本編を見終わった後に聞いた、そして最後のページには、明るい曲調にもかかわらず、メンバーの心情が強く現れている歌詞にグッときてしまい、また涙が。ブルーレイ、DVD の発売は完了してしまいましたが、フィフスライブ、ファンミーティングなど、まだまだ楽しみなイベントが盛りだくさんのラブライブ、ずっと応援しています。頑張ってください。はい、ありがとうございます。今、東京 MX でも1期2期が放送中ですのでね。うんうん。ぜひ皆さん、見てください。見てください。こう、ライブのリハやってるとさ、こう、ダンサーさんの振り付けがもともとあるじゃない、でもアニメになった時に、微妙にこう変わっていたりとかさ、ポーズだったり、指の形が。ダンサーさんはただのこう、指一本でやってたけど、アニメになったら実は L になってたとかさ、そういう細かいところも、やっぱ私たち合わせたいから、その PV を背後に背負って踊ることになるんだからね。と思って、アニメの方も何度も見直したりするじゃない。見直しますね。ね。で、この間それで確認して見てたらさ、何の曲か忘れちゃったけど、こう、みんなでいつも練習してた屋上が映ったんだよね。あー、はいはい。あの曲かな？あの曲だね、もうその瞬間に、もうなんか、私の涙腺は決壊したよね。なんでだろうね。なんか急に泣き出したよね。なんか、ああ、もうダメだ。屋上見たら涙出てきた。なんかもう、なんちゃん大丈夫かなって思うぐらい急に泣き出して。笑いながら泣いちゃったみたいな。そうそう。確認するための、ための VTR を見てたのに、感動しちゃうんだもん。感動しちゃうよ。だって、あそこでずっと練習してたなとか、私があの屋上行ったわけじゃないけど、やっぱなんかダブル部分があるんでしょうね。長いしね、ラブライブって。あと行動に切り替わるとことかね。あ、もうあそこから実はね、じわじわ来てたよね。確認作業、私結構しんどいよ。結局、確認作業って言って見ちゃうから、そうそう、確認になんないんだ、いつも。ね。確かに。何回も見ちゃうね、結果ね。ね。まあ、そうやって頑張ってやってるので、はい、ライブも楽しみにしていてほしいなと思います。そうですね。